空を救うってのは具体的にどうするんです？閣僚の連中、あれ記憶や事実をいじってくるでしょう。奴らは死の摂理を通じ数多の空へと干渉する。あれは厄介なものだな。厄介なものだなじゃないですよ。あんなもの何の知識もなければ本当に一切抵抗しようがない。第一、空から奴らを排除したところで人滅びさえあれば連中はつながるし手の内をあるんです。うん。だが死や滅びを遠ざけることはできよ。遠ざける？支配者のもと民は生存を約束される。衣食住の保障により死は縁遠いものになるだろう。ゆえにイスタバイオンを隔離用は攻めあぐねるらしい。今のところは。だがな。はあ、なるほど。あれはそういうことだったわけね。連中、本格的な攻勢に出る前にイスタバイオンの島々を一つずつ潰してったんですよ。うん、やはりそれが予兆か。そう遠くない未来、私の空でもまた同じことが起きよう。見えざる手による島々への侵攻だ。アウライ全ての島の陥落を許せば空滅びへと向かっていく。早々に守りを敷きたいところだが、必要が揃わずして防衛は難しいだろう。あちらのお前は死んでしまったからな。ああ、そう、そうですか。それで家族は無事なんです。あっちの空では。無事だ、今のところはな。いやらしいことしますね、陛下は。うん、これでお前の説得のためにいろいろと悩んだものだ。まあいいでしょう。了解ですよ。お力になりましょう。案ずることはない。お前がこの空を去れば全てが無に帰す。つまりこれもですか？そうだ。お前が抜けた穴から世界はほころび、やがて生も死もない完全な無へと帰っていく。ああ、そう。だからわざわざこんなところまで来たんですね。もう何にも残ってない空に。そういうことだ。じゃあちゃちゃっと連れてってくださいな。僕が守るべき空まで。うん、行くぞ紫の騎士よ。はいはい、もうどこへなりとも。それでどうする？残りの島すぐに回っちまうか？完全なる王の目なら、あるいは
国の姿だけではなく、空を蝕む見えざる手も見通せる矢も。やだい。それじゃあ航路はどれがいいかなと。ちょっと口挟んでいいかい？あ、もしかしていい道知ってんのか？もちろんさ、ワクワク島へ行くんだろ？ならちょいと遠回りになるけど、こんな感じだね。この時期は魔物とか瓦礫が少ないルートだから飛びやすいと思うよ。なるほどな。ちなみにワクワークからエーダンに向かうならルートはどう取る？エーダンって島の名前かい？ごめんよ、聞いたことないね。ん？そうか。それじゃあそっちは後で調べてみるか。ルリアたちと約束してたんだ。舵取りを交代するときは呼んでよ。ああ、分かった。悪いな。なんだい水臭いね。いつものことじゃないか。ん？なんかまずいことでもあったのか？全然。いつも通り。船を出すか。心配事があるわけじゃねえよ。ただなんか妙な気分でな。この船には俺とアナ二人の操舵士がいて、長いこと二人で船を飛ばしてきたよな。なのになんでかアナの顔が見慣れねえ気がしてよ。なんつったかな、こういう感覚。それだそれ、ミシカンとかってやつだ。んなこと言って、自分が操縦してだけじゃねえか。まいいぜ、ここ最近お前の操舵も様になってきたからな。それじゃあ頼んだぜ。くれぐれも無茶はすんなよ。グレートウォールの二の舞は勘弁だ。うまくいったからよかったものの、あの時は肝が冷えたぜ。
なんだ今の揺れ。なあ、何が。どこ行った。火事が効かねえ。お、なんだよこれは。ああ起きた。大丈夫かい。うなされてたけど。あり居眠りしちまったな。夢見が悪くて眠れないんだっけ。ならあたいが寝かしつけてやろうか。バカ、お前婚約者だかがいいんだろ。その身で言っていい冗談じゃねえぞ。ごもっとも。けどね、あたいもそいつもラカムたちがポートブリーズで頑張ってくれたおかげで救われたんだ。さもなきゃ。まあいいか、いつも言ってるだろ、恩返しのためなら何でもするよ。遠慮なんかいらないからね。ああそうだな、いつも言ってたもんな。それじゃ、あたいは空の具合を見てくれよ。ラカムがついてりゃ団長も安心だろうしね。さてと、今どのあたりを飛んでんだ。何をそんなに驚いてんだよ。私も驚いています。まさか幻の島ワクワークが本当に見つかるとは。ん？なんだよ幻の島って。イスタバイオンを支える商業の島だろ、ワクワークってよ。はい、かつてそうであったと聞いています。そうであった。なんだありゃ。緑の騎士が言うには、何十年も前にカクリオにやられて滅んじまったらしいぜ、あの島。二人の言っていたエダンっていう島も、もしかしたらどこかにあるかもって。あの荒れ果てた島にクーズのかけらが残っているかは、ある種の賭けではありますが、しかし全てのクーズのかけらを集めることに希望は持てそうですね。何がどうなってやがる。俺たちはあの島の副王に会いに来たんじゃねえのか。副王に会うどころか島の存在すら全員忘れてるのか。くそ、わけがわからねえ。